将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。プロ棋士になるための登竜門とも言うべき奨励会、正式名称は新進棋士奨励会。その頂点に位置する三段リーグを筆頭に厳しい戦場というイメージがクローズアップされがちだが、その内実はどうなっているのか。幹事として奨励会に携わった中村治九段、北浜健介八段、黒沢レオ六段の座談会をお送りするブーシューオンラインの記事です。最後までご覧ください。今回はお集まりいただきありがとうございます。まず皆さんにとって奨励会とはどのような場所だったのでしょうか。中村、アマチュア時代に将棋が好きで強くなりたいという思いが出てきた時に、そこにあったのが奨励会ですね。プロになりたいというより強い人と指したいという思いが強く、そのための場所でした。入会後は3年7ヶ月で四段昇段ですから、まあ順調でしょう。当時は三段リーグがなかったのも大きいですね。私がプロ入りした年、1980年度に8人、その翌年に5人が四段になって、これは日本将棋連盟の財政的にまずいと、数年後に三段リーグが復活しました。負い目とまでは言わないけど思うことはありますね。北浜、私が入会したのは昭和63年、1988年で、昭和最後の奨励会員です。アマチュア時代には内田昇吉先生の厚木王将に通っていて、先輩の勝又さん、日岡七段、鈴木さん、大輔九段、高野さん、秀幸六段がすでに奨励会に入っていました。周りが奨励会を受験しているので自分も受けたいな。覚悟も決意もなかったので、親には反対されました。入会試験は一度落ちて2回目に受かりました。その時の幹事が滝先生、誠一郎八段と松浦先生、雄一七段で、初めての例会ではそれまで経験したことがない厳しい雰囲気に圧倒されました。中学1年でしたが、大変なところに来てしまったなと。奨励会は5年で抜けることができましたが、最初の幹事がこの両先生だったのは幸運でしたね。黒沢、私が奨励会に入ったのは2003年ですが、研修会員だったので自然の流れでの奨励会入りでしたね。その翌年に永瀬さん、拓也九段、佐々木さん、勇気八段が入ってきて、それまでの緩い空気が厳しくなった感じがあります。言い方は悪いですけど、遊びながらやっている人もいたところに真面目軍団が入ってきて、それが大半。今は真面目な会員が多いですが、その始まりが永瀬、佐々木組だったという気がします。皆さんが幹事職を務めることになった経緯はどのようなものでしたか。中村、若い時から研究会を何十年やっていたメンバーが、神谷、広志八段、大野、八千代七段、小林、広志七段、中村で、幹事の前任が神谷、大野、頼まれるとしょうがないでしょう。これも運命だと思いました。奨励会員からはいい刺激をもらいましたね。子供と直に接することはエネルギーになります。幹事職を務めた4年の間に B 級1組へ上がることもできました。北浜、奨励会幹事は関東で2011年の11月から14年の3月まで、関西では17年の4月から23年の12月まで務めました。関東では当時の幹事である真田さん、圭一八段からご連絡がありました。その時は幹事を務める自分が全く想像できなくて一度お断りしましたが、数ヶ月後にまた真田さんからご連絡があり、お引き受けしました。当時の幹事が真田さん、西尾さん、明七段、藤倉さん、勇気六段の3人体制で、私は西尾さんとの入れ替わりです。北浜八段はおそらく史上初となる東西の奨励会で幹事を務められた棋士ではと思います。北浜、関西の時は当時理事の東先生、和夫八段からお話をいただきました。私が関東から関西へ移籍して2年くらい経った頃でしょうか。理事室に呼ばれて、緊張しました、笑い。理事じきじきに声をかけられたら、そうでしょうね。北浜、関西の奨励会はやはり畠山先生、守八段、
以来の良い伝統が引き継がれているというイメージが強いですが、全く知らないことばかりで、まさか、という感じでした。幹事経験者なので、と言っていただき、光栄と思い、お引き受けしました。東と西では基本的には一緒ですが微妙に違うところもあります。大雑把に言うと、関東は自主性を重んじ、関西は礼儀作法を重んじるという感じでしょうか。関西の方が合理的だと思うこともありますし、関東の方がいいと思うこともありました。一例を挙げると、昔は奨励会員が昇段の一局を迎えると、関東では上位者を当てていたんです。つまり、初段昇段がかかる一級に、初段を当てるというようなことですね。北浜、はい。ですがこの階級差だと一級は強者落ちの下手を持つこともあり得ます。当時は上の段級のものを当てるのが当然と思っていましたが、その級を卒業すると考えると同級を当てるのも合理的という気もします。どちらが良いというよりも考え方の違いですね。関西では同じ段級を当てており、今は関東でもそうなったようです。黒沢六段は、現在も幹事を務めていらっしゃいます。黒沢、私は2021年4月から幹事を務めていますが、前年の11月くらいに森下先生、タク九段から連絡があり、まず驚きましたね。1週間ほど考えていましたが、自分の中では揺れがありました。引き受けることを決断したのは自分が奨励会員の時に上位の先生にお世話になったことで、お返しの意味も込めて何かやらなくてはという思いからです。幹事になったのは29歳の時で、三段には20代半ばの会員もいますから、自分の奨励会時代を踏まえてまだその世代と感覚が似ているのかなと思っていましたが、やはり価値観の違いを感じましたね。奨励会員の仕事の一つに、記録係があります。幹事の方々が裁量してどの対局に誰をつけるか決めると聞きました。ですが最近は記録係の不足があり、その解消も課題とされています。黒沢、そうですね。今も不足しがちなので、特に対局日が早々に決まる順位戦の場合は、1ヶ月ちょっと前くらいから決めるようにしています。中村、今の順位戦は記録係が2人体制で、対局開始から夕食休憩までと、夕食から終局までとで分かれているけど、それはどんな感じで決まっているの？黒沢、基本的に、夜の記録は学校が終わった後の高校生が取れるようにしています。アベマトーナメントなどの動画収録が関東で行われることもあり、関東の奨励会員の仕事が増えていますね。熱心な会員は月に半分くらいは記録係を含めた仕事をこなしていますね。昔と比べると、学業の比重が相対的に高くなっているから、特に若い会員の方は記録係ができなくなってしまう面はありそうですね。あとは AI の発展などもあって、勉強の場としての記録係の重みが低くなってしまったのでしょうか。中村、幹事としては、記録を取らないと強くならない、と言い続けてきたんだけど、自分の奨励会時代は記録をあまり取っていないからな、笑い。北浜、私が関東で幹事を務めていた頃は、まだ記録係に、三段特権、があった時代です。三段は取りたい対局を優先的にできるというものですね。でも当時の黄金カードとも言える羽生、吉原九段、佐藤、康光九段、千のような対局でも、持ち時間が長い将棋は敬遠される傾向がありました。当時は二段に高野さん、佐藤六段、青島さん、未来六段、初段に梶浦さん、広高七段、近藤さん、聖也七段、佐々木さん、大地七段がいて、記録は勉強になるのだから取るべきだと伝えると、皆積極的に務めてくれました。特に近藤さんは羽生先生の記録をたくさん取っていた気がします。いつの時代も羽生先生の追っかけ記録係はいましたね。自分が奨励会員の頃も記録をたくさん取りました。特に米長先生、国平成棋聖、谷川先生、高知十七世名人の対局が多かった。記録係をやると学校に行かずに済むので、笑い。順位戦の記録はよく取っていました。現在の将棋界は藤井聡太竜王、名人の存在を抜きには語れませんが、
奨励会員にはどのような影響を与えているとお考えですか？プロサはやはり影響力は強いですよね。今の会員は藤井さんを見て育ってきた世代ですから、指す将棋について言うと飛車党が増えた気がします。また好青年が増えて礼儀作法もしっかりしている傾向があります。かつて羽生九段の追っかけ記録係がいたように、藤井竜王、名人の記録を取りたがる会員はいるのでしょうか？プロサは難しいところですね。現在の特に藤井さんの対局は動画中継されることが多いので、それを気にされる方もいたり、目を輝かせて取る会員もいたりと両極端だと思います。確かに観戦記者の立場としても動画には映らない方が気楽ですね。笑い。関西の方は関東と比較すると記録係の不足がそれほどでもないとお聞きします。北浜、今は岡本さん、陽介指導棋士五段という神のような方がいるので、以前ほど困ってはいませんが、それでも対局が多くて厳しい時はあります。会員に記録を頼んで、今日は取れませんと言われたら、次回は取るようにとは言います。幹事からすると記録係を決めるのは戦いですよ。決まらない時は会員一人一人に電話をかけることもよくあります。記録係は大変な仕事ですが、自分が目標としている場所にいられる貴重な勉強の場です。指し手を考えることもできるし、長い持ち時間のイメージもできる。四段に昇段した者には記録係を積極的に務めてくれた者が多いはずで、これは東西時代を問わず共通しています。今後は自動記録が増えると思いますが、その傾向が変わることはないと思いますね。プロサは記録係を断る理由に、昔の感覚からすると驚くようなことを挙げてくる会員もいますね。北浜、そうそう、記録を断る理由に敗者ですとか、滝先生の時代にも同じく敗者ですと断っていた先輩がいましたが、もう全員が何それという空気でしたよ。他には美容院という理由を挙げた会員もいます。関西は記録係を決めるタイミングが月の第一例会が終わった直後なので、こちらも疲れているから美容院、病院、どっち、病院なら仕方ないけど美容院なら記録を取ってくれないかと返しました。他の会員も聞いていますから甘い対応をすることはできません。確かに病院ならまだしも美容院は、北浜、中でも一番驚いたのが人と会うからと、これがバレンタインデーの週なんです、笑い。そういう理由ならその代わりにこれから半年間私が行った日の記録は全部取るように、それなら認めると。今は棋士になった人の話ですが、関西では多くの人が知っていると思います。彼はその後約束通り10回くらい記録を務めてくれました。それは一体どなたでしょうか、笑い。他に漢字時代の印象に残ることはありますか？中村、私は小林くんと一緒に漢字を務めましたが、彼は自分にも他人にも厳しい熱血漢でした。私は自分にも他人にも甘いんです、笑い。研修会員はお客さんですが、奨励会員は目標を持っている立場で、こちらもより本音でぶつかっていきましたね。新入会員で全く勝てずに大泣きするような子もいましたが、そんな子でも半年くらいすると引き締まった奨励会員らしい顔つきになりました。あと私の時代には奨励会3人娘と言われた矢内さん、家子女流五段、薄井さん現千葉涼子女流四段、木村さん現武部さゆり女流四段が入ってきました。3人とも漢字席の目の前に座って頑張っていたなぁと思い出されます。渡辺くんなんか小学生の頃から今のままですよ。ちょうどその頃森下くんが大山先生、安春十五世名人の若い時に似ていると渡辺くんを評すると、それが雑誌に載りますね。それを読んだ私は、君は大山先生の若い時を見たことあるのかと突っ込みたくなりました、笑い。渡辺少年が大山十五世名人に似ているというエピソードはあちこちで言われていたと思いますが、確かに若い時の大山十五世名人を知っている方は30年前でももうさほどいらっしゃらなかったような。中村、
そのあたりのメンバーはちょうどみんな1級くらいでくすぶっていたのですが、私が幹事を辞めるとみんな昇級しました。何かきっかけがあると変わるということを感じましたね。奨励会員はみんな優秀でマジね、単純な優劣はつきにくいです。それでも幹事の視点では目立つ子がいます。同じくらい優秀で同じくらいの手を指しているけど、その中で個性を出せる、相手の読まない手を指せる子が上がっていくんですね。逆に仕事もできるし真面目だから余談になってもらいたい子もいますが、そういう子に限ってなかなか上がれずにやきもきします。北浜奨励会幹事の仕事について漠然としたイメージはありました。例会での会員同士の手合いをつけることや公式戦の記録係を決めることなど、でも具体的な内容は外からだと分かりません。実際にやってみるとめちゃくちゃ大変でした。手合いのつけ方は藤倉さんに教わって必死でした。今の視点で考えると当時気づかなかったことはいろいろありますね。例えば真田さんは理事をされていたので、それを活かして理事会との折衝をやってくださっていました。自分が関西に行ってから初めて分かったことです。あと藤倉さんは成績が振るわない子によく面接をしていました。奨励会はプロの世界だから必要ないのではと当時は思っていましたが、成績が悪いと気持ちが後ろ向きになります。そういう子に対して勉強や研究をどうしているかと聞く姿勢、それが素晴らしいなと。自分も関西では成績が振るわない子に一言二言声をかけるようにしました。藤倉さんに教わったことで自分も成長させてもらいました。幹事としては指導についても意識されていることはあるのでしょうか。北浜やはり関西の方が最近なのでより記憶が鮮明ですね。最近よく飼っている藤本さん、渚五段は11歳で奨励会に入りました。今の彼からは想像がつかないでしょうけど、元気に走り回っていて笑い、中学生になったら今とそれほど変わらない落ち着いた雰囲気になりました。入会時とあまりにもイメージが違うのでびっくりしましたよ。私が最も将棋を指した奨励会員は藤本さんのはずです。幹事の方が会員と指すのは珍しいのではと思いますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。北浜当時は藤本一級の頃でした。例会とは別に奨励会トーナメントがあり、そこで負けた藤本さんが私と将棋を指したいと言ってきました。彼は香川県から通っていたので、帰らなくていいのと確認すると、大丈夫ですと。それから指すようになりました。その頃から終盤が強く、よく任されていたと思います。プロ沢六段は奨励会員への指導で心がけていることはありますか。プロ沢、疑問に感じたことは会員の意見も聞いた上で判断するようにしていますね。会員たちには先輩の良いところを見て考えて育ってほしいと思っています。北浜、関西では奨励会員と研究会を行っている棋士は多いですね。奨励会トーナメントには山崎さん、高行八段、安貝さん、達也八段がゲストに来てくださることも多く、コロナ前は1年に2回行われていました。山崎さんや菅井さんが優勝することも多々ありました。当然ですが笑い、特に地方に住む奨励会員にとってはこんな素晴らしい勉強の機会はなかなかないです。やはり講談社と実践を指すのは貴重なことなのですね。北浜、あとは幹事にとって奨励会試験という厳しい3日間があります。8月20日戦後という真夏の酷暑に3日続けてです。1日目は元気よく行けますが、3日目は面接もあって体力的に辛かった。試験で一番覚えているのは磯貝さん、いい女流初段と大島さん、綾香女流二段が打てた年の話で、当時の受験者で女子はこの2人だけでした。奨励会試験は一次試験が受験者同士の対戦で、二次試験が受験者と現役会員の対戦ですね。北浜、当時の一次試験は3勝2敗で通過、現在は4勝2敗ですが、2勝2敗同士のこの2人が当たったんです。ただでさえ負けられない一局で年齢も近い、その2人が当たったらどうなったかというと、5回の千日手です。一同、それはすごい。北浜、二人とも飛車党で同じ戦型、戦後問わずに同じ形を目指しているんです。
気づくと千日手という感じで、盤面を見ると1ににいた香車が少し経つと11に戻っている。ああ千日手になったんだと。それが誤解ですよ。とにかく負けられないんだと。今は2人とも当時より格段に強くなって活躍しているのが嬉しいですが、2人のガッツが感じられて特に忘れられない出来事ですね。奨励会試験というと、これは私の興味本位でお聞きする部分もあるのですが、将棋漫画午後の龍には奨励会試験での筆記試験の内容が紹介されていました。40年以上前の奨励会を描写したものですが、今でも筆記試験はあるのでしょうか。北浜、今は二次試験を通過した人間に作文として目標を書かせるくらいですね。あとはその時の8大タイトル保持者を書かせるのもあります。最近は楽ですけどね。笑い。確かに笑い。北浜、ただ霊王の霊の字は特に難しいですよね。作文では17歳で棋士になって21歳でタイトル、24歳で名人というとか、目標を大きく持っている子も多いです。良いことだと思います。黒沢、そうなんですか。素晴らしい目標ですね。こちらは謙虚に20歳で三段というケースが多いです。関西を見習わないと。関東と関西の違いですかね。北浜、そういう意味では微笑ましくなってきます。あと漫画で描写されていたのが、主人公が幼少2敗にもかかわらず態度が悪くて不合格とされたというものでした。その前年には5勝1敗の受験者がやはり態度が悪くて落とされたともありました。中村、5勝1敗でも態度が悪くて落ちたって、それは私が入った年に実際あった話ですよ。北浜、私が記憶している限りでは素行不良で不合格とされたケースはありません。ただ丸山さん、だだひさ九段、木村さん、和樹九段の時代は一時で5勝1敗の好成績を取り、二次でも1勝したのに1勝2敗で負け越したから不合格になったケースがあったと聞きました。今よりもだいぶ厳しい時代もあったのです。現役幹事ならではのことで、黒沢六段は何かありますか。黒沢、面白いエピソードもあるのですが、現在進行形で幹事を務めているので今は話しにくいです。彼らが棋士になった時に話すことを楽しみにしています。中村、幹事になりたての時、大会する子が出ると感傷的になってノートにその子の名前を書いていましたが、半年くらいで辞めました。キリがないこともありますが、辞めた方がいい子は早く辞めた方がとも思いましたね。奨励会の中でも圧倒的な才能は存在します。それに対して自分じゃダメだと思ったら早めに見切りをつけた方が良いですし、逆に強い相手とさせるのが嬉しい、あるいは何クソと思えるなら続けていける場所です。刺激的で自分自身の勉強になった4年間でした。黒沢、やはり成長していく姿を見るのは楽しいですね。行動やオーラが前とは違うなど、ちょっとした変化もわかるので、上がりそうな雰囲気を感じることもあります。もちろん逆の場合もありますが、誰しも通る道なので見守るしかないですね。やや込み入ったことをお聞きしますが、奨励会幹事という立場上、会員同士の人間関係に気を使わなくてはという苦労もあるのではないでしょうか。中村、何かやらかすような子はいましたね。鬱屈した気持ちが外に出てしまいます。ただ将棋に関しては妬みがあっても、強い子を妬んでも仕方がありませんから。もっと言うと、私の奨励会時代は賭け将棋で弱い子が小銭を巻き上げられるような頃です。みんな圧倒的にお金がなく、学校にも行っていません。時間だけがある状況で、将棋ばかりやっている人、遊んでばかりの人、他の仕事をしている人の3パターンです。親御さんに文句を言われても、じゃあ奨励会をやめてくださいで通った時代です。当時の理事も奨励会員にきつかった。幹事としては自分が奨励会員の気持ちを代弁しなくてはいけないと思いましたね。北浜、当時は先輩が注意をするのが当たり前で、私も兄弟子に全て教わりました。と言っても、中村先生はすでにタイトルホルダーで雲の上の人でした。小川直澄さん、元三段です。
奨励会の対局では後輩が先に座って待っているのが当然で、後輩が遅れてきたら怒られるような時代です。今は自分から注意したくない、盤上で仕返しされるのが嫌だと思うものが多数です。だから挨拶ができない、記録の姿勢がいい加減などということについては幹事の自分が直接その会員に言いますし、気づいた時も私に言いなさいと伝えています。これも時代ですよね。黒沢、私が入会した頃はまだ怖い先輩がいましたね。北浜、自分の時にも悪い遊びに誘ってくる先輩もいましたけど、小川さんは連盟野球部のキャプテンを務める身長190センチくらいの異常負でガードしてくれていました。感謝しかないです。そもそも先輩から理不尽なことをされた時に盤上で仕返ししてやるという気持ちは出てくるのでしょうか。全員ありません。北浜、みんな自分のことで精一杯なんです。中村、アマチュア時代に目立った成績を上げて入ってくる子に対し、子さんの会員が任してやろうという気持ちにはなっていたかもしれません。有名な話だと谷川浩二十七世名人の奨励会時代には谷川を任す会があったと聞きます。中村、ただ結局それは本人にとってプラスになりますからね。ガチンコで向かってくる相手と戦えば絶対に強くなります。先ほど少し話に出ましたが、現在の奨励会は学業との両立が切り離せないテーマになっているのではと思います。黒沢、こちらの感覚からするとびっくりすることはありますけどね。テストならまだしも、最近は学校行事を休む理由に挙げることも多く、そういう話を聞くと悲しくなってきます。例会を休むということは棋士になるチャンスを遅らせてますからね。北浜、試験や体育祭など単位に関わる場合はやむを得ないです。長期休会などでよくあるのが、休むことを師匠に言ったのですかと聞くと、言っていませんと答える子。それはまず師匠に伝えないとと言って決裁を保留します。師匠に伝えないなんて考えられないことですが、そういうことを教えるのも幹事の仕事の一部だと思います。特に関西は棋士室があって、棋士と奨励会員が接する機会が多いので、いろいろなことに気づきやすいんです。棋士室のあるなしは関東とも大きな違いですね。北浜、例えば例会の朝に私とすれ違っても挨拶しない、朝礼の時だけする、学校では授業前に先生とすれ違ったら挨拶しないのかと聞くと、しますと。じゃあ奨励会でも同じようにしなさいと。そういう会員が記録係を務めた時、対局者の棋士に挨拶できるとはとても思えません。もちろんすぐにというわけではなく、1年2年と経って徐々にできるようになれば良いと思います。学業との両立といえば、最近は受験勉強で休むという子が多いです。大学受験だけではなく、高校受験、中学受験と。北浜八段は大学に進学されましたね。北浜、大学へ行った棋士は近い世代だと丸山さん、木村さん、大先輩だと加藤二郎先生、名誉九段、加藤一二三先生、九段、米長先生、国上正棋聖と言いますが、私の時代でも、なぜ大学に行ったのと周りからよく言われました。でも今は会員の半分以上が大学に行っています。それで受験に専念したいから休むということになりますが、奨励会の年齢制限があって会員自体も増えていますから、今はそういう時代なのでしょう。中村、絶対棋士になれるわけじゃないからね。僕らの時代はだったらやめなさいという一言で片付けられてしまいましたが、北浜、大学進学については自分もある程度わかっているつもりなので、弟子や会員にアドバイスはします。例えば大学へ行かず将棋に集中しても、そういう環境で自分を律するかどうかでしょう。ただ進学については本人よりも親御さんの意向が大きい部分はあると思います。大学に行きたいのか将棋をやりたいのかと聞くと、当然将棋をやりたいという声の方が圧倒的に多い。今は進学校に通う会員も多く、最初から国立大志望という子もいます。誰がどこの学校に行っているのかというのは自然と覚えてしまいます。中村、現実的なことを言うと、
ほとんどの子は棋士になれないわけだから、将来のことを考えると大学へ行ってもらった方が気が楽な部分はありますね。北浜、今は高校卒業と同時に奨励会を退会する子も多いですが、高校卒業までにどのあたりまで行けるかによって将来を決めようということかもしれません。それも今の時代に合った考え方だと思いますし、否定するつもりは全くありません。挨拶に来ても、大学で将棋続けるの？といった感じで晴れ晴れとした気持ちで送り出せることも多いです。なるほど、北浜。ただ三段でやめていくこと話すのは辛いです。中村、それは辛いね。北浜、この前も研究会でたくさん指した三段が大会しました。挨拶に来た時は声をかけるのも辛い気持ちになりますが、これも幹事の重要な仕事だと思います。三段に限らず大会したものは別の世界で活躍してほしいというのが心からの願いであり、進路が決まったなどの連絡をもらうと嬉しくなりますね。奨励会の制度については常に議論されてきた面もあります。これからの奨励会がどうあってほしいか、幹事としてどうしていきたいかということをお願いします。北浜、自分が9年間の幹事生活で常に意識していたことですが、全員が棋士になれない世界なので、どの世界に行っても通用する人間を育てるのも幹事の仕事というか責任だと思っていました。今後も厳しい奨励会という制度は続いていく中で、棋士になれなくとも将棋界で修行してよかったと思えるものを送り出す場であり続けてほしいと願っています。中村、学校の先生みたいだな。北浜、妻にもそう言われます。黒沢、やはり辞めていく人たちをどうするかについては考えますね。仕事先で出会った方から、元奨励会員の方を紹介してもらえませんかと言われることもあります。そういう面をフォローしていけたらと思います。中村、私は幹事の時代に辞典2回でフリークラスの制度に深く関わりました。この制度で本当に良かったのかと思うことはあります。もちろんその制度に救われた人もいますが、早いうちに諦めさせる方が良かったのではとも、棋士になるのが本人にとって幸せかどうかというと元も子もありませんけど、才能あふれる人を見て厳しいと思ったら早く見切りをつける勇気が欲しいと思うし、そういう人を見て闘志が湧く人は頑張ればいい。今は奨励会を辞めても棋士になれないわけではありませんし、奨励会を負けたら終わりということにはなってほしくないですね。将棋で勉強してきたことがいろいろな形でプラスになっていることもあると思うので、それを見てもらいたいと考えます。黒沢、あとこれは昔からですが、首都圏や京阪神在住の会員と比較して地方の会員が少し不利というのはあり、それをどうするかが永遠の課題です。地方から奨励会へ通う費用だけでも大きく、北海道や東北の研修会で A クラスになっても奨励会に通うのは現実的に大変だから断念するというケースもあり、そういう部分をどうにかできればと思います。では最後に、将棋界を背負っている藤井聡太の奨励会の成績を紹介します。初段昇段年齢が11歳なのでかなりの好成績。三段リーグ入りは13歳8ヶ月、三段リーグ入りを決めたのは13歳2ヶ月と最年少記録となっています。通称鬼の住処とも称されている三段リーグは、実力はもちろんのこと運も大きく作用するもので、さすがの藤井三段、当時もう一気抜けは厳しいのではという声も聞かれたようですが、見事一気抜けされました。しかし藤井聡太七冠でも奨励会3級のコロ6連敗を経験し、負け数が8に、この時は高級点 B がついています。なかなか勝てずに苦しむこともあった。奨励会で6連敗した時のことは龍子さんにとっても記憶に残っている出来事だ。大嫌いな負けを一緒に悔しがり、次の勝ちにつなげる聡太くんと共に母龍子さんも喜び、そして泣いてきた。その積み重ねが聡太くんを負けず嫌いのプロ棋士に成長させたのだろう。最後にお願いがあります。2024年は霊王を執管した藤井竜王名人が七冠を維持して、来年度の栄誉を復活で再度八冠を期待し、また
一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。